着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。おっと、転入生ちゃんよね。私は国風化主任の鳥海です。よろしくね。よっ、転校生。俺はイオリチムで、順平でいいぜ。なんか困ったこととかあったら、いつでも相談してくれよな。昨日の夜もまた、本当に言わないのか。レベル高いのが並んじゃって、噂の的だったんだぜ。バカじゃないの？てか、バカじゃないの？2回言うな！確かにかっこいいと思うけどさ、友達？この子たちのことか？いや、名前も知らない。正直うるさくてかなわん。生徒会長という大役を拝命するにあたり、私の初心をお話ししてみます。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。じゃあ、伝えたさ。大都会の冷たい大人か。どっか気晴らしに寄り道して帰ろうかな。今日は部活ないし。仲間入りすることになった転入生よ。アイリスです。皆様一つよろしくお願いいたします。この場所なら歓迎であります。私の一番の大切はいつでもこの人のそばにいることですので。はい、今日からまたまた2年 F 組に新しい仲間が加わります。もう3人目よ。ハットトリックっていうのこれ。望月良二って言います。わからないこと優しく教えてくれると嬉しいな。あなたはダメです。わかる。先生にはわかるわ。同じ転校生キャラとしてシェアを食われないための牽制。霧城みつるさん、見つけた。小田切君、誰かに構って頼むんだから。しかし、なんという美しさでしょう。よかったな。今度ご一緒しませんか。5つ星ホテルの最上階、あなたのイメージにぴったりの夜景が楽しめるレストランになるんです。夜景？ゆかりさん、よかったら今度ご一緒しませんか。白川通りあたりのダウン。短いお付き合いでした。バカはほっといて。
勉強とアイスでクールダウンします。